八百万の八百万杯、アシトの腰つき、葉隠れの浮かぶ下着、うららかのうららかボディに熱いの以外をバー二郎さんのイヤホンジャック、正確さと不意打ちの凶悪コンボが強み。ありがとう京香ちゃん。なんて卑劣、すぐに塞いでしまいましょう。うちだけ何も言われてなかったな。